ここら辺が花園本町商店街だから、もうラグビーもやっぱラグビーの街ですからね。そうそうそう。途中もライナーズのやつとか出てますもんね。この辺とかどうなってんね。何がどう行ったらいいんや。こっから、先に出るんや。あ、ちなみに駅前の様子をね、チェックがてらね。すごいコーヒー屋さんもある。ついでに、とりあえず駅から散歩とかね、間で挟んだりして、まあ周辺調査をしてですよ。いやー、きっとね、なんか全然、四日市より栄えてる感じあるけど、いやいやいや、そんなことない。あのね、きっとね、探してる。おー、飛行機飛んでる。あ、そっか。いろいろあるなぁ、やってる。ラーメンあり。あっさりくんがとか。あ、この絵のたん、こんなとこに持った。そう。この前なんか、あのゆるいキャラクターが気になって、ね、スーパーに売っとったり買ったんですけどね。あそうや、飲み物買ってへん。さすが大阪。安いね。よし。助かるなぁ。何しよう。間違いない。180円もありがたいね。今時、自販機で100円でペットボトルで音が出てくるってね。高津の駅着いた時ももう積み切りノートなっとる状態だったんでね、わたわたしとって全然まともに動画を撮ってね、はい、今日はねここからスタートしますよみたいな、そんな何もやってないまんま、目的地まで行っちゃいましたからね。へえ、こんなところで3倍いろいろあるみたいですけど、あ、ちなみにね、それで何だったっけ、これ編集大変だぞ、話めちゃくちゃ飛んでるからな。なんだったっけ、なんで自販機の上にコーン乗ってんの。スーパードラクシー、ドラッグ屋さんなんや。突っ込むところ多すぎる、突っ込むところ多すぎるつか、そうやな、普通は160円とかやもんな。そこ地方でもやっぱ値上がりはしてますもんね。やっぱり日本買えるもんね。すごいね。ああ、大阪やっぱ良いわ。ちなみにあ、花園の本町なんや。やっぱそうやね。東大阪市やね、やっぱ。さあ、ってことでね、川手花園の駅も来てますけど、ここはね、一応若い岩田駅まで歩こうかなと。とりあえずね。こっちか。こっち行け。まあ、乗っとったら、まあ、近いみたいですし、まあ、駅間散歩でね、駅の間どんな感じかっていうのをね、チェックしながらと。よし、ここから駅間散歩に切り替えるから、どうなってんだろうな、もう、未来の俺頑張りの、いつものパターンですけどね。そう、川手花園駅はね、一回行ってみたい、あ、川手花園駅じゃなくて、若井端駅はね、ちょっと一回行ってみたかったんですよね。これちょっと YouTube の方だとね、ピンとくる人少ないかもしれませんけど、まあ、うち、ニコ道の方にも上げてますから、ニコ道の方だとね、鉄道系では非常に有名な駅が、一つが、若井端駅ということで、全駅制覇とかやってる気まぐれなウッポンしかいることは有名な。狭かったー。めっちゃ狭かった、報道向こうにしかないんかい。終わったね。よし。で、何やったっけ、そう、若井端駅っていうね、駅があるわけでございますけど、まあ、歩いて全然行けそうなぐらいの距離みたいだったんで、
まあ、そこまで歩いてみようっていうのは若い技駅でその、いうことを、ね、見ていただいた方はよく有名な、メレチャーシリーズの、ね、動画をされてるだったね。今もねあの投稿されてる方なんで、間違いなくうちよりも投稿歴が長いもんね。2007年とか2008年くらいからゆっくりで動画投稿やっておってっていう、ね、すごい老舗のところがあるんですけど、そこのね、ところの人が必ずオープニングで使ってるのが若い岩田駅の写真っていうね、いうのがあるんでね、ずっと奇妙になっていたところですからね。この辺りとか700円とか、はい、自転車の駐輪場は、21,150円。あれこれあたり満車だ、すごいよ。下の空きって感じでいいですね。すげー、レパードからだからエベレストなんかと思ったらマウント富士なんで、すげーなんでやねん。で、このね、高架のところをずっと沿っていけば着くはずですからね。あ、案の定地図で調べたりなんかなもしませんからね。車で来ると大変そうやけど慣れてないね。あ、もうその走ってっとるけど、そこなんかでももう駐車場あるんやね。あ、そう。あ、ちなみにでね、なんか本数見た感じ、ま、駅前もなんか絶対 JR 四日市駅を栄えてる感じがするようなね、気分とかも、してますけど、まあ今回はね、やっぱ特急がね止まるね、JR 四日市駅にね、これ完全干渉してますからね。あ、もう圧勝ですから、あの今回は本当に、なんかデータを取って、うちはね、大体この手の検証系って言ったら、データを取ってね、結構ちゃんと、比較検証するタイプのやつやってましたけど、今回は違います。エコひいきです。いかに JR 四日市駅がね、素晴らしいところかっていうのはね、もう何して近鉄に押されまくってますか、特に YouTube 業界はね。あれこれ渡れんか。渡れんな。どうしような。裏道もうちょっと行くか。よし。そう。JR と近鉄で言うと、そう近鉄とかね、何して今、YouTube 業界で、ね、まあ何して V 業界でね、うんごちゃんとね、タッグを組んで、まあ、大成長だし、お金が12時間500円なんや。安いね。そう。いうね、こともあって、なかなか JR の、三重県における、JR の佐知事がまた一つ、良くなってしまっているところがありますけど、そうあれがね、島スペイン村がね、鳥羽あたりのね、ところにあればね、いや、ワンチャン JR の方にもね、恩恵かって言いたいんですけど、あそこまで偏僻なところに作られると、本当に近鉄でしか行けませんからね。あ、一応、今回、あ、そう、で、フリーキップで立ってありますからね。もう3日間フリー、土日ゲット、フリーのやつで、で月曜日も一応予備で、予備取ってあるんで、いや、なんとでもなるようになってあります。まあ、こっちの方は多分土日あれば回りきれると思うんですよ。で、今回、こういうふうにいろんなね、駅を回る企画っていうと、まあ、パッとね、近鉄やったやつって思いつくのっていうと、ターミナル駅完全制覇の旅ですよね。端っこの駅をずっと巡ろうっていう、末端駅制覇シリーズっていうのをやってますけど、
あれと、一長一短があるんですよ。あれよりいいところを一つ出すと、駅がそこまでぶっ飛んだ位置にない。今回の場合、あの伊勢志摩地域とかあっちの方は番号がもう全部60番以降とか言って番号が結構多いんですよ。その大阪側からずっと振られてくるんで。ですからあっちの方はこれだけ路線も持って近鉄でも11番とか21番とかになるような駅がないんで、そっちの方までぐるっと周りにこうね必要がない。結構この大阪京都奈良あたりのところにギュッと集まってますからね。まあ弥富駅だけ離れてますけど、弥富はねもう何回も行ってますから今最短でもねという感じありますね。てかこれ本当に岩田駅聞こえてへんのやろな。大丈夫やろな。